ミトちゃんと中村倫也さんが結婚して、やっぱロスの方っているんですよね、中村さんのね。あんまりロスにならないのかなと思ってたんですけど、相手がミトちゃんっていうのもあって。やっぱり中村倫也ロスっていうのがあるみたいで、特にイケメン俳優として女性から絶大な人気を誇っていた中村の結婚に深刻なロスを感じるファンは多いようだと。何にも見たくないし、何にも知りたくないし、全く祝福できません。もうこれから水戸アナなんて見たくない。やっぱり中村倫也ロス感は感じると。勝手にイメージして好きだなと思っていた中村倫也像が消えたと。とにかく中村さんはイケメンなのに天然な脱力系キャラで、これまで女性の影を感じさせたこともなかったので、ショックを受けてるファンは多いようです。お相手が水戸アナという、これまた好感度が高く、文句のつけどころがない感じも、ロスのはけ口がなくて辛いのでしょう。まあ、それはありますよね。だって、水戸ちゃんだったらしょうがないかって感じになるでしょうし、どっちかっていうと僕は男側なんで、水戸ロスの方が結構大きいですよね。水戸ちゃんって言ってね、あ、水戸ちゃんここかーっていう感じでしたよ。水戸アナが現在司会を務める ZIP の主な視聴者は主婦層です。ちょうど中村さんのファンとも被るため、視聴者が水戸ちゃん離れを起こしてしまう可能性もあります。水戸はこれまで以上に好感度を落とさないよう、失言などに気をつけるしかないですね。でもそれはないんじゃないですかね。で、そんな、ロス、中村倫也ロスで、最後の砦、じゃあもうあの人しかいないっていうロスをぶつけてるイケメン俳優がいるらしいです、同世代。今までいろんな芸人が結婚しても大してショックを受けなかった私ですか。中村倫也の結婚はかなり答えてるらしく、いまだにため息が出ちゃうなどのロスのファンが続出中らしいです。中村倫也さんもなんかこれでまた注目された感はありますけどね。特に今何かのドラマやってるわけでもないと思うんですけど、このタイミング、まあそういうタイミングだから結婚発表したのかもしれないですけど、多分なんか今のままで何かのドラマやったら視聴率は上がるんじゃないかなと思いますけどね。好感度上がって、まあロスもあるけど好感度の方が僕は高くなってると思います。そこで注目されて、あの人しかいないって言ってるのが、イケメン俳優が、松下洸平さんらしいです。中村倫也と同い年で、いつか倫也と何かやりたいな、二人芝居とか、と投稿するほど仲がいいらしいです。まあちょっとでも、系統も似てますよね。なんか、やさ男的な、なんか優しい感じの雰囲気っていうんですかね。30代独身イケメン俳優として二人を推したファンが多かった。中村の結婚報道はツイッターで、中村結婚を検索すると関連して、松下洸平結婚、松下洸平がいるなどと表示され、中村倫也ショックで松下洸平も心配になってきた。中村倫也さんの結婚から松下洸平くんはまだ独身とクローズアップされています。洸平くんまだ独身でいてね。大丈夫。私にはまだ洸平くんがいる。中村倫也が結婚した今、唯一の支えは松下洸平だけだ。友人も倫也ロス。私は松下洸平くん結婚したら寝込みますとお祭り騒ぎ。松下洸平さんはね、なんとなくね、吉高由里子さんとね、行きそうだなっていう感じもあるんじゃないですか。やんごとなきで、土屋太鳳ちゃんと結構キスシーンとかあってね、お似合いだなと思ったんですけど、土屋太鳳ちゃんはいち早く結婚しちゃったんで、吉高さんなのかなと。吉高さんももう適齢期ですからね。吉高さんなら押せるというファンの間でも、お似合いの声が強い。でも、取られたこともなく、希望的観測に過ぎない。松下君が4月からフジテレビの連ドラに出る。合理的にありえない探偵、上水流涼子っていうんですか、なんだこれは。の改名。で、天海祐希さんね。あ、これは、なるほど、相棒を務める。9月の映画ではミステリーという勿れで、主要キャストとして名前つ、連ねる。へえ。でもこの天海祐希さんが主演のドラマだったら、これはなんか、視聴率は高そうな感じがしますけど。なるほど、そっか。確かに、松下洸平さんもいましたね。僕はなんか、だんだんこの世代が結婚してって、あ、じゃあ佐藤健くんの一人舞台になるのかな、なんていうふうにね。恋愛ものに関しては、もう一人勝ち状態に30代の俳優さんではなるんじゃないかなと思ったんですけど、そういえば松下洸平さんがいましたよ。
どちらかというと僕は中村智也さんより松下洸平さんの方が今は俳優としての、なんていうんですか、人気度が高いんじゃないですかね。よく出ますよね。なんかすごくよく出てるイメージですよ。しかもそこそこの人気のあるドラマを見てると主役クラスで出てるっていうイメージです。まあ吉高さんもそうですけど、まあ僕は面白く見てたやんごと泣きそうでしょ、前の前のやつでアトムの子ですよね、あのゲームの話です、日曜劇場の、山崎賢人くんと並んで主役クラスだった、何かしら出てるんですね。でまあミュージシャンでもありますしね、だから音楽番組にもたまに出るし、ちょうどいいですよね。こう、まあ、イケメンですけど、嫌味じゃないイケメンですよね、松下洸平さんはね。友達とかにいるイケメンみたいな感じっていうんですかね。かっこいいよね、あいつって言える感じっていうんですか。なんか、まあ、佐藤健くんとかイケメンすぎるじゃないですか。いや、なかなかこんなかっこいい人いないよっていうクラスのイケメンですよね。あ、じゃあまあそうね、ジャニーズも人によるか。平野翔くんとかは、いや、こんなイケメンいないでしょって感じはするけど、まあ、目黒蓮くんとかは、めちゃくちゃかっこいいなと思いますけどね。だから松下洸平さんは本当に、いや、かっこいいけど、友達とかにもいそうっていう感じ。それは中村智也さんにも通じるかなって感じですね。中村智也さんも、手が届かないかっこよさではないですよね。親しみやすいイケメンって感じ。そう、なんかそういうところがあるかなと。まあ、だからこそロスになりやすいのかなと思ったりもしますけどね。司会分だけね。